はい、皆さんこんにちは。ビールジェンド、ソメラです。それでは、やっていきましょう。ソメラのチャンプロード。はい。で、私、ソメラね、昨年ね、フィジークの大会に、挑戦させていただいて、まあ、京都のね、大会に出場したんですけど、なんとかね、こう、優勝することができまして、で、まあ、それを踏まえてね、今年もね、大会に、挑戦をしたいと思っています。で、まず、今年の、まあ、目標なんですけど、まあ、去年はその地方の大会で優勝できたっていう部分もあるんで、今年はね、ちょっとオールジャパンに挑戦して、で、まあ、目標なんですけど、オールジャパンの176センチ以下なんですけど、その階級でまず12位に入るっていうのを目標に活動をしております。で、今年出る大会なんですけれども、まあ本来であれば、僕がね、ずっと憧れてた、キングオブフィジークっていう大会に出場したいところではあるんですけど、まあ、今年の目標が、オールジャパン出場っていうところがあるんで、キングフィジークね、日程調整見たんですけど、6月にあって、で、オールジャパンが、9月の終わりにあるっていう日程になってて、まあ、この期間3ヶ月空くんで、ちょっとこの3ヶ月間、調整を、続けるのがね、難しいなっていう部分もあって、まあ、今年キングオブフィジークはちょっと残念ですが、諦めて、まあ、その後ですね、兵庫県オープンがありますんで、7月17日ですかね、そこの兵庫県のオープン大会に出場したいと思います。で、今年はね、オールジャパン12位を目標というところでやってるんですけれども、まずね、このオールジャパンに出るためには、地方大会とか、選手権大会で、そのね、オールジャパンに出る権利をね、獲得しなければいけないっていうところがありますんで、このね、クオリファイアを取りに、まず地方大会に出場したいと思ってます。で、一つ目がね、7月17日にある兵庫県オープンですね。ここで、このオールジャパンの、出場のクオリファイを狙うっていう形で一つ考えています。で、その後に、7月31日ですかね、関西選手権大会。これをね、ちょっと、次のね、大会としてピックアップさせていただいております。もしね、こう、兵庫県大会で取れていれば出るのかどうかではわからないんですけど、とりあえず今のところ、この7月17の兵庫県、7月31日の関西選手権、今頭にあるっていうような状態で進めております。まずはですからね、7月17日の、兵庫県オープンに向けて、調整をしていきたいなっていうふうに考えております。で、今考えている減量計画なんですけれども、まあ、僕大体4ヶ月ぐらいあったら、まあ、前回京都の時の体重がね、71キロとかぐらいだったんですけど、まあ、そこまで持っていくのに、まあ、4ヶ月ぐらいあればいけるのかなっていうふうに考えているんで、大体3月のね、頭ぐらいから減量開始しようかっていうふうに考えてます。でね、この4ヶ月ですね、3月の頭から、まあ、7月17日まで、だいたい4ヶ月と少しあるんですけど、その期間をかけて、だいたい8キロを落としていくような計算ですね。ですんで、まあ、月にだいたい2キロ、僕今ね、79キロとか80キロぐらいなんで、まあ、だいたい8キロぐらいを4ヶ月かけて2キロずつ落として、まあ、8キロぐらい落として、そこまで持っていくような形で進めたいなっていうふうに思っております。まあ、昨年ね、大会に出てみて、経験からのね、改善点とかは、オールジャパン出たいなっていう気持ちがあったんで、地方大会出た後に、出場はしなかったんですけど、まあ、オールジャパンの大会を実際に見に行ってみて、で、やっぱりその地方大会とのレベルの差が明らかにあるなっていうのを、まあ、目で見て、で、圧倒的にそのサイズですよね。バルクの足りないっていうのがね、目の当たりにしたんで、まあ、このね、オフシーズンは、自分に多分バルクが全然まだまだ足りてないっていうのが分かったんで、まあ、大会が7月ぐらい、6月に終わったんですけど、そこから、まあ、今までですね、ずっとね、そのバルクアップの期間に費やして、日々取り組んできているっていうような状態になります。ですので、ね、今これ撮影しているのがね、1月の終わりなんですけど、まあ、3月、減量が始まるまでは、振り切って、もうバルクアップに振り切って取り組んで、まあ、そこからは、シフトチェンジしてしっかりと減量に持っていくっていうような形で進めていきたいと思っております。また減量とかね、始まったら、そういうね、トレーニングの動画であったり、減量ご飯とかのね、情報なんかもね、発信できればと思っておりますんで、引き続きね、このチャンプロード見ていただければと
思います。それではね、もしね、このね、動画を見て、一緒のね、大会に出るっていう方は、一緒に頑張っていきましょう。でね、もしよろしければ、応援していただければ嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。シャプロー。